北海道で渋滞が多いのはあの5月3日、4日、5日の計3日が多いです高速道路を管理するネクスコ東日本の渋滞予報士にゴールデンウィーク期間の渋滞予測を解説してもらいました連休初日の4月27日は函館方面への観光が多く大沼公園インターチェンジ出口付近が混雑する予測です4連休のスタートが5月3日で あのスタートする日がもう5月3日に集中するといったところで、あの主に行く方ですねについてあの実態を多く予測しております。渋滞のピークは5月3日で笹村道の富士コインターチェンジ付近や道央道の北広島インターチェンジ出口付近が混む見込みです。4日は3日に続き北広島インターチェンジ出口と観光利用の多い与市料金所付近で混雑する見込みです。 5日は夕方から U ターンの混雑が始まる見込みで道東道の穂別トンネルや池田料金所付近で渋滞が予測されています。今年の傾向としましてはあの道南方面や道東方面やそれらに伴う移動ですねに対して多くの渋滞を予測しております。渋滞予測をご確認いただきまして分散利用のご協力や安全運転ですねについてご協力をお願いできればと思います。 詳しい渋滞予測は NEXCO 東日本のホームページなどでご確認ください。